のカメラ結構撮れる？え？結構撮れんの？うん、これ360度、全天球。あ、そうなんだ。うん、あ、後ろに今映ってたね、ちょっと映ってるよ、多分画面たまに映るんだ。あの、途中で切れる。最初映ってて、しばらくすると勝手に切れる。まあ、設定でどうとでもなるんだろうけど。ブレとかどうなの？全然ブレないんだ。手ブレ補正がすごいから。YouTube に上げてあるんで、うん、マジか。あー、ごめん。キャッチキャッチ。で、スマホでこうやったりとか、うん、こうやったりするとその方向が見える。あと、マジ これでもいいんだけど。本当にそんな次元なの？そう、そんな時代になったの。マジか。素人がそういうのを撮れる時代になったの。で、編集すればこう好きなところを拡大してとか、はいはいはい、最初ここ写しといて、それの後こうみたいな。すごいね。のとか、人を追っかけてその人だけずっとみたいな編集とかもできるし、うんうん、ちょっとまだ設定はうまくいってないんだけど、これに GPS が入ってて、でこういう感じでチャリとか乗るじゃん。で、それの航跡が出るっていうか、あの走ったところの、そういうのも一緒に、そうそう、データが取れてて、うん、であと時速何キロで走ってるとかさ、そういうのも出るらしいんだけど、出し方が分かんなくて今編集時に出せるらしいんだけど、はいはい、危ない。えそれはちょっとまだそこまで、あのやり方が分かんなくて、うん、しかも俺日本の会社のやつだと思ったら、うん、中国のカメラで。あ、そうなんだ、うん、中国の会社なんだ。そうそうそう、俺が開発してて。それでカメラいくらだ？5万いくら、5万ちょい。で、まあこのなんかサッカーなんちゃらとかは3000円とかでさ、うん、サッカーキットみたいな、これと棒とついてこれとあと腕につけるみたいなとか。あ、やべえやべえやべえ。なあ、ジキショージキショー。マジかー、今やられたやられた。ダイレクトでしょうかな。マジか、当てられちゃって。シュートっぽいですね。あ、シュートっぽかったね。すげえ。でもちょっとコース変えられたからね。今のはだからもう、ああ、取られちゃうったところでダメ。あそこで、ああ、でも前にでも出れないしな。ホラスが騒いでる。あれはしょうがないね。うん、しょうがないね。あのパターンになっちゃった。あとであれを編集しとくよ。ここ真下をボールが通っていったところ。はい、キーパー交代。レジェンドいいの取ってきて。取り返す。レジェンドゴールお願いします。取られた分取り返す。コーナーコーナー、ボールボール。行こう。
ナイスサイド、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 やばい、やばい、切り替え、やばい、戻りました、戻りました、よくわかんねえ、戻ったよ、マーク、マーク、しっかりマーク、本当に寄せよ、見ていいよ、前でいいです、前でいい、クリア、クリア、もう一回、もう一回、もう一回詰めよ、前向けます、セクハラ、セクハラ、セクハラでピンクカード、危ねえ、危ねえ、危ねえ、サンキュー、いやいや1点入れられてもいいから、星野さん、星野さん、行こう、1点ですよ、詰めていいですよ、詰めていいですよ、詰めましょう、詰めましょう、危ねえ、どうした、終了。